はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今回この動画ではボノボの魅力的な行動について紹介していきたいと思います。ボノボを観察しているととても面白いですし、全然飽きないんですよね。それはボノボたちがとても魅力的な行動をたくさん見せてくれるからだと私は思っています。なのでこの動画ではその魅力的な行動についてですね、いくつか深くしてきたので、その行動について紹介していきたいと思います。はい、こちらが一つ目のボノボたちが行う魅力的な行動の一つですね。ホカホカですね。こちら以前の動画でも紹介をしたんですけれども、このホカホカ、メス同士が行う、社会的性的交渉なんですけれども、メス同士がお互いの生殖器をこすりつけ合う、行動、それがこすりつけ合う行動が温かそう、ホカホカしてそうということで、日本語ではホカホカというんですけれども、英語ではジェニトジニタルラビングですね。このメス同士のほかほか、ボノボの魅力的な一つの行動であると思います。こちらの動画ですね、詳しく解説をしていきたいんですけれども、残念なことに YouTube で規制がかかってしまうので、今回の、紹介では、説明を省かせていただきます。ただほかほかすごく魅力的な行動なんで、以前の動画でも、いくつか紹介をしているので、そちらの動画をご覧ください。ほかほか非常に魅力的な行動のボノボの行動の一つだと思います。はい、こちら2つ目の行動ですね。ほかほか、先ほどのほかほかとちょっと似てるんですけれども、こちらの行動は、尻つけという行動ですね。英語で言うとランプランプコンタクトというんですけれども、こちらは先ほどほかほかはメス同士が、お互いの生殖器をこすりつけ合う、行動だという説明だったんですけれども、尻つけはですね、その名の通り、ボノボ、オスメス関わらずですね、両方ですね、お互いのお尻をつけ合う、お尻を、コンタクトする、くっつけ合う行動ですね。こちらの尻つけ行動も非常に面白い行動なんですけれども、こちらの行動は、論文でも一応紹介されていまして、こちら加納さんのだいぶ昔の1979年の論文なんですけれども、こちらでも、紹介がされています。加納さんはランプコンタクトという表現で紹介しているんですけれども、一見するとこちらもですね、セクシュアルな行動、性的な行動に見えるかもしれないですけれども、やはりこちらも先ほどのホカホカと同じようにほとんど社会的な行動ではないかと言われています。社会的挨拶行動のようなものだと言われています。ただですね、面白いことにですね、こちらの写真ですね、古市さんの、写真をお借りしているんですけれども、私は今までワンバで、ボノボたちを観察していて、尻つけ行動を一度も見たことがありません。古市さんもこの写真だいぶ昔に撮られたものだと思うんですけれども、餌付けですね、研究者によってワンバのボノボたちに餌を与えていた時はこの尻つけ行動がよく見られたそうです。例えば日本の場合ですと、熊本にですね、サンクチュアリがありまして、ボノボたちが飼育されているんですけども、熊本のサンクチュアリでも尻つけ行動が見られました。ただ現在ですね、近年のワンバでは私は観察していて尻つけ行動を見たことがありません。他の研究者にも聞いたんですけども、なかなか最近この尻つけをワンバのボノボたち、野生のですね、ワンバのボノボたちは行いません。昔は行っていましたけども、今は行われていない行動になっています。これがなぜかということが全然わからないんですけれども、ひょっとしたら文化的な行動で昔は見られていたけれども、今は見られないようになっているのかもしれません。はい、こちらが3つ目の私が個人的に面白いな、魅力的だなと思う行動ですね。ピアリング、ピアリングビヘイビア、凝視行動、日本語にすると凝視行動と言われているんですけれども、じっと見つめる行動ですね。このじっと見つめる行動が非常に観察をしていて愛らしいんですけれども、ちょっとこちら動画を見ていきたいと思います。はい、これが実際に凝視行動、ピアリングが行われている時の場面の動画ですね。右のボノボが子供と毛づくろいをしているんですけれども、左のボノボがそれを羨ましそうにというか、じっと見つめている行動ですね。非常に見ていれて愛らしいんですけれども、大体このピアリングが行われる時というのは、何か行動をしたいときですね。例えば毛づくろいをしたいときとか、他には、食べ物をシェアしてほしいときとかに、食べ物を持っている個体に対して、じっと見つめて、
まあ、あたかもねだっているような感じで影響し行動、ペアリング、じっと見つめるような行動が観察されることが多いです。こちらのピアリングビヘイビアですね、凝視行動についても、論文がもうすでに出ています。こちらもちょっと古い論文なんですけれども、イダニさんですね、イダニさんもワンバの方の研究をされている方なんですけれども、イダニさんの論文でこのピアリングビヘイビア、凝視行動について、論文を書かれています。まあ、大体観察をしていても、私自身も思う個人的な感想なんですけれども、大体ピアリングをしていても、まあ、ほとんどされている側はそのピアリング、凝視行動を無視していることが多いような気がします。なのでそれが無視されるとすごくかわいそうだなと思うこともあるんですけれども、非常に見ていて面白く、大変愛らしくて愛おしくなるような行動の一つだと思います。はい、こちらが4つ目の行動ですね。ブランチドラッグディスプレイ、枝引きずり行動ですね。この行動も見ていて非常に面白い行動の一つだと思います。こちらも動画があるのでちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらが実際のそのブランチドラッグディスプレイ、枝引きずり行動ですね。まあ、ご覧のようにボノボたちが、ボノボが枝を持ってそれを引きずって誘導する行動なんですけれども、大体この行動は今誘導が始まる前であったりとか、どこかに移動する前に見られることが多いです。まあ、ついでなのでこの動画ちょっと面白いので見ていきたいと思うんですけども、今メスたち、これですね、映ってるのがメスたちで休息をしているところなんですけども、まあ、先ほどもブランチドラッグディスプレイ、枝引きずり行動があったように、まあ、他のもちろん休息したいボノボもいれば、誘導をしたい、移動をしたいボノボもいるので、まあ、その誘導をしたいんだよっていうアピールをするために、そのブランチドラッグディスプレイ、枝引きずり行動がされると言われています。まあ、ただこれも、ブランチドラッグディスプレイ、オスもメスもするんですけれども、オスがする場合はほとんどこの動画のようにオスがする場合は無視されることが多いような気がします。メスももちろんするんですけれども、まあ、オスの方が個人的なイメージでは、オスの方がその頻度、枝引きずり行動の頻度は多いような気もします。ただオスがやってもメスたちは無視をしているようなことが多い気がします。はい、これがオスですね。実際この後ブランチドラッグディスプレイが起きるんですけども、オス2頭今いまして、まあ、先ほども動画にあったようにメスたちが休息をしているんですけれども、このようにオスですね、この1頭のオスがブランチドラッグディスプレイ、枝引きずりをして、まあ、誘導をしたいというアピールをするんですけれども、まあ、メスたちはこのように毛づくりをして休息をしてブランチドラッグディスプレイ見ているんですけども、無視しているようにも見えると思います。はい、こちらのブランチドラッグディスプレイ、枝引きずり行動についても、論文が出ています。こちら2017年なので最近の論文ですね。こちらもブランチドラッグディスプレイの機能であったりとか、なぜこれを行うのかということについて論文が書かれているので、興味がある方はぜひご覧ください。はい、こちらが最後の5つ目の魅力的な行動ですね。ベッドメイキングですね。ベッドメイキング。まあ、私にとっては、まあ、普通のありきたりな行動だなと思っていたんですけども、よく考えてみれば、ボノボの一つの魅力的な行動の一つだと思います。こちらも動画があるので見ていきたいと思います。はい、こちらが実際に今ベッドを作っているところですね。これはサチですね。サチという個体、メスの個体がベッドを作っているところなんですけれども、ベッド作りはボノボももちろん行うんですけれども、例えばチンパンジーもベッド作り行います。どういう時に行うかと言いますと、まあ、夜寝る時ですね、日が沈んでボノボたち、またはチンパンジーたちですね、寝る時にこのようにベッドを作って、ベッドで眠るということですね。ただこれ動画にもあるように昼間も、ベッドを作ります。ボノボたち、チンパンジーもそうですけれども、昼寝をするためにこのようにベッドを作ることもあります。今ですね、このように、まあ、サチがベッド作って今寝ようとしてるんですけども、まあ、周り子供たちが遊んでてですね、子供たちに邪魔されてなかなか眠れないような状況になっているんですけども、こちらのベッド作りというのも、1日の観察していて、まあ、頻繁に見られる行動だと思います。ただ、個人的なイメージですと、チンパンジーとボノボの、ベッド作りですね、ベッドメイキングを比較すると、チンパンジーの方がベッドメイキング、ベッドの作り方がとても上手な気がします。ボノボはベッド作りがちょっと下手くそというか、雑に作っているようなイメージがあります。チンパンジー綺麗にベッドを作ってですね、まあ、
まるで寝心地の良いような感じのふかふかのベッドを作って寝るんですけども、まあ、ボノボを見ていると、まあ、この動画にもちょっとあるんですけども、ちょっと雑に作っているんではないかというイメージが湧いてきます。こちらのベッド作りについてなんですけれども、まあ、ベッド作り、まあ、あるいは睡眠ですね。睡眠の研究者といえば、日本人ですと、ザンマさんという方ですね。チンパンジーのベッド作り、睡眠について研究されている方なんですけれども、その方は実はですね、チンパンジーのベッド作りですね。ベッドを模倣した人類進化ベッドというものを、販売しております。こちら私自身、個人的にはこちらのベッドを使ったことはないんですけれども、とても寝心地が良い、まあ、チンパンジーのベッドを模倣したものなので、チンパンジーたちがどんなベッドで、どのようなベッドで、まあ、その寝心地ですよね。チンパンジーの寝心地、同じ寝心地を体験できるというベッドなんですけれども、こちらもですね、ちょっとリンクを貼り付けておくので、もし、チンパンジーと同じようにベッドで寝たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっとご購入を検討してみてください。人類進化ベッドです。はい、以上がボノボの魅力的な行動についての紹介でした。他にももちろんですね、ボノボたち、とても面白い魅力的な行動をするんですけども、今回ですね、5つ、ほかほか、尻付け、ピアリング、ブランチドラッグディスプレイ、枝引きずりですね、あとベッド作りについて紹介しました。今後もですね、このボノボの魅力的な行動について、ゆっくりと紹介していきたいんですけれども、実は私、この間ですね、今年に入ってからですね、新しい調査を始めたいと思いまして、ニホンザルの調査に行ってきました。ニホンザルですね、非常に面白いんですけども、こちら、実際にその調査中に撮った場面なんですけれども、まあ、温泉に入っているため非常に有名な地獄谷のニホンザルなんですけれども、次回の動画ではこのニホンザル、せっかく調査をしたのでこのニホンザルについて、研究について話していきたいと思います。 Thank you.